皆さんこんばんは。今回はフリッパーズギターのボーカルでもあり、日本のシンガーソングライターで渋谷系の王子様と呼ばれていた小沢健二を紹介します。1990年代に渋谷界隈を発信地とし、流行した日本のポピュラー音楽のジャンル、ムーブメントを渋谷系または渋谷サウンドという。小沢健二は、まさに渋谷系の代表格と言っても良いであろう。1968年、神奈川県相模原市にて、ドイツ文学者の父小沢俊夫と、心理学者の母小沢真紀子の次男として生まれる。父方の小沢家からは文化人が、母方の下神戸家からは経済人が輩出している。父方の親族は祖父に戦前の民族主義者小沢開作、叔父に彫刻家の小沢克己、叔父に世界的な指揮者の小沢征爾がいる。小沢征爾が心不全のため88歳で亡くなった際に、このように追悼コメントをしていた。家族の一員として征爾さんの今世からの旅立ちに立ち会えたことを心に刻み込んでいました。本当に最後までかっこよく美しい姿でお立ちになられたことを、親しくお仕事をなされた方、強い思い出のある多くの方にお伝えしたく言葉を打っています。征爾おじさん、本当にたくさんたくさんのことをありがとうございました。母方の親族は曽祖父に日本工業現エネオス元社長の下神戸兼、祖父に下神戸牧場の創業者である下神戸孫一、叔父に下神戸牧場代表の下神戸俊幸など、そうそうたるメンツがいる。幼少期の頃は父親の仕事の都合でドイツで暮らしていた。私立和光中学校に入学後、後にフリッパーズギターのメンバーとなる小山田圭吾と出会う。系列の和光高等学校には進学せず、神奈川県立多摩高等学校を受験して進学。部活動ではバンドを組んでいた。1年間の浪人生活を経て東京大学に入学した。大学在学中からアマチュアバンドロリポップソニックで活動。1989年プロデビューを果たすと、同時にフリッパーズギターと改名した。全曲 A 氏のファーストアルバム3チアーズ4アワーサイド会へ行くつもりじゃなかったでデビュー。その直後に小山田が交通事故により入院したことで活動が一時停止となった。1990年全曲日本語詞によるセカンドアルバムカメラトークをリリース。1990年5月5日シングル恋とマシンガンを発売した。TDSK ドラマ予備校ブギ主題歌や日産マーチ CM 曲となった。1990年9月25日シングルカメラ、カメラ、カメラを発売した。1990年12月31日レコード大賞ポップスロック部門の最優秀アルバムニューアーティスト賞をフリッパーズが受賞した。その時になんと、あの和田アキ子を激怒させた出来事がある。その日は和田アキ子と坂東英二が司会で、坂東がグループ名をフリッパーズのギターと紹介してしまい、電話インタビューで小山田はそれに悪乗りする。小山田がフリッパーズのギターって言うんですけどや、ドラムの小山田って言いますと言ったり、田舎のお母さんにも伝えたいな、と言うと、和田アキ子が田舎、どこなんです?と聞くと、小山田がいや、東京なんですけどと、かなりふざけた態度をとってばかりいた。リップシンクということで事前に決められていたのだろうが、やる気なく歌う小山田は、マイクから口は離れるわ、歌に口の動きを合わせることもなく、ギターも適当に弾いてる姿が、大晦日の夜に生放送で流れた。歌が終わった直後に、和田アキ子のどうなってんのこれ?と、怒った声をマイクが拾ってしまっていた。1991年、サードアルバムドクターヘズワールドタワーヘッド博士の世界塔をリリース後、ほどなくして突然の解散表明。すでにチケットの発売が開始されていたライブツアーの直前に解散したため、世間から少なからず批判を受けた。
1年間のブランクを経てソロで音楽活動を開始。1993年6月19日、日比谷野外音楽堂フリーコンサートを開催した。1993年7月21日にシングル天気読みでデビュー。1993年9月29日、ファーストアルバム、犬は吠えるがキャラバンは進む発売。ブリッパーズギターの頃と同様の複雑な歌詞が特徴である。アルバムタイトルは、中東アジアのことわざの一つで、進行を阻むほどの力が働こうとも、人生や自分のやるべきことは続いてゆくという意味。1994年3月9日に、ヒップホップグループのスチャダラパーと共演した、シングル今夜はブギーバックをリリースし、50万枚を超えるヒットとなった。フジテレビ系列タモリのスーパーボキャブラ天国エンディングテーマ曲となる。宇多田ヒカル、クレバ、加藤ミリア、清水翔太&シュンほか多数のアーティストたちがカバーしていたり、2016年には、ビームス40周年記念プロジェクトに使用され、東京の40年間を、ファッション音楽の2つの視点から、振り返るミュージックビデオを公開し、話題となった。2024年現在も根強い人気のある曲である。1994年8月31日、セカンドアルバムライフを発売。ブラスやストリングスを取り入れたソウル調の楽曲が多く収録されている。サウンド面には洋楽からの引用が見られることが特徴となっている。オリコン週間アルバムランキングでは最高位5位を獲得し、小沢の代表作の一つとなった。1994年11月23日セカンドシングルラブリー発売。宮沢りえが出演していた資生堂ヘアエッセンスシャンプー CM ソングとなる。あとラブリーといえば、くねくねと踊る PV が話題で今も人気である。第46回紅白歌合戦にも出場した。メディアでの軽快かつ知的で余裕のある振る舞いやファッションが支持され、オリーブ系少女たちから崇拝され、渋谷系の王子様と称されるまでの人気を博すようになる。塾に行かないで東大に入った、家にはトイレが3つくらいあった、恋人を子猫ちゃんと呼ぶといったエキセントリックな言動を連発し、音楽番組などでも話題になっていた。1995年1月1日、6枚目のシングルカローラ2に乗って、トヨタカローラ2の CM ソングとして人気になり、オリコンチャート2位を獲得。1995年2月28日、7枚目のシングル強い気持ち、強い愛、それはちょっと。TBS 系ドラマ、部屋においでよの主題歌になった。1995年11月8日、10枚目のシングルさよならなんて言えないよ発売。森永製菓ダーズの CM ソングとなり、本人も出演していた。タモリがこの曲について、あれは生命最大の肯定と大絶賛してるのは、ファンの間では有名な話である。1995年12月20日、11枚目シングル痛快ウキウキ通り発売。TBS 系カウントダウン TV オープニングテーマとなった。1995年に初の武道館、大阪城ホール公演が行われた、全国ツアーのケンジ・オザワナショナルツアー、95ビレッジを開催。1996年5月16日、12枚目、シングル僕らが旅に出る理由発売。フジテレビ系ドラマ翔太の寿司の主題歌だった。ミュージックビデオも制作されており、出発前に洗面台で身だしなみをする小沢の様子で構成されている。僕らが旅に出る理由の歌詞の二人は、飛行機の時間よりずっと早くに東京を出て、九十九里浜に寄ってから成田へ向かう。幼少期に祖父母宅のある千葉で過ごした日の光景を歌にしたと、後に伝えていた。1996年9月30日、13作目のシングル大人になれば発売。大関ワンカップ大関の CM ソングとなっており、CM では田村正和と共演を果たした。第47回紅白歌合戦に出場。1997年の野外フェスの出演の後、コンサート活動を休止する。
その年のシングルブティ恋しくてを発表した頃には、小沢自身は離脱と称して音楽活動の休止を考えていたという。1998年2月8日放送の番組知ってるつもり、あわやのりこ特集にコメンテーターとして出演して以降、2014年まで16年間テレビ出演がなかった。一度は再開したかに見えたミュージシャンとしての活動も事実上引退状態となり、アメリカを生活の拠点に南米などで環境問題に基づくフィールドワークを行っていた。2010年5月から13年ぶりのコンサートツアーひふみを行うことを発表。2010年6月18日発売の写真週刊誌フライデーは、小沢がアメリカ人写真家のエリザベス・コールと前年末に結婚していたと報道した。2012年12月25日、公式サイトでエリザベスの妊娠を発表した。2013年6月に長男のリオンが誕生し、2016年10月に次男のアマヌが誕生している。息子のお弁当を毎朝作り、仕事場にも連れて行くそうだ。子供というのはよく見ているもので、仕事中のお父さんの真似をして見せるようになり、子供の方がお酒っぽいことを言うそうだ。勝手にそこアナログっぽい感じで、ああそこ色白でいいよ、アナログっぽい感じで白っぽい感じにしとけばいいんじゃないとか、僕が言いそうなことをイメージして言うんですけど、それが面白かったりするそうだ。2018年2月14日にシングルアルペジオきっと魔法のトンネルの先を発売し、コンサートツアー春の空気に虹をかけを開催。メンバーとして満島ひかりが参加した。2019年4月4日に強い気持ち強い愛の7分に及ぶロングミックスバージョン強い気持ち強い愛1995ダットミックスを配信限定で発売。11月13日に前作より13年ぶりとなるアルバム総架空宇宙をリリース。2024年8月31日セカンドアルバムライフのリリース。30周年を記念して東京日本武道館で一夜限りのアニバーサリーライブを開催する。スジャダラパー、スカパラダイスなどと一緒に録音したライフを再現するので、あの音だとなるはずです。昔聴いていた友人や最近音楽に興味のあるお子さんと一緒に聴いてください。帰り道にお父さんなんで泣いているのってなるやつですと本人はコメントしていた。いかがでしたか？皆さんのご意見もコメント欄で教えてください。今後もいろいろな動画を紹介していきますので、よろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。